はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みともです。村を発表しようパート4ですね、パート4です。ちょっと前回の動画より普通に強くしております。金曜日に急いで作っておるので、金曜日に作って撮影して土曜日に日曜日までアップします。日曜日もまた撮影ですけどね。だいぶまだ出ないんで、周辺2にさせてくださいね。後編1か2ぐらいか、後編1とかそういう分け方しますんでね。 A、また撮影中ということで。ちなみに村を拡張しようは、その名の通り村を拡張したら本当に終わりではなく、そこからいろいろとシリーズ規制していく予定なんで、お楽しみにしてほしいんですけど、ね、次のアイディアも、何個かある。まあ村を拡張しようだから、その次は例えば例えばですから、ね、まだ未定ですけど、村ではなく村から町を作ろうとかね。まあ、無理だ。分子さんの技術的な無理、無理シリーズです。あと、ちょっと456の再現ワールドに関してもこれ言っておきますが、撮影できないじゃんけん、今練習してるソフトは撮影してくれないんで、最近新しいバージョンの撮影できないの、ちょっと今。モッドのやつで撮影を続行するか、打ち切りはしたくないんですけど、あと1ヶ月で出ちゃうんで、なんとか間に合わせたいんですけど、これ終わったらちょっと撮影してみたいと思うんですけどね。なんか言い方悪いんですよね、僕は。だから僕は、最新の、バージョンにあの大丈夫のかな。最新のあのマイクラに合うのかなと思って、合わなかったら変え直さないといけないみたいな編集する。これ、何個か言わない、あと謝らないといけないことがあるんですが、奥野氏さんがね、最近かなり超絶的に悲しいことがありまして、というかね。ボケ始めが始まってるんじゃないかと思われます。なんかカメラの話ですけど、3代目です。3代目登場します。近々。なんでお楽しみにしてください。てか2台目で撮影しようと思ってたものが撮れないんでね。あと三脚が壊れました。感じですかね。ドライアイだから同行しないっていうストレスたまるから同行しないと思って、ただ撮影頻度を下げるだけ。治ったらね、気をつけながらねやっていきたいと思いますし、じゃあね、これ数日かけて練習なしで上げてますけどね、なんかさっきの場合もあるけど、編集だったり、ボケだったり、写真だったり。結構いろいろあるので、ね、で、ちょっと
そうそう、あの終わったら別なシリーズもやるよということで、シリーズは多分タイトルカッコ仮ですが、カッコ仮なんです見てですよ、なんて村を拡張しようっていう名前でやってるじゃないですか、このタイトルは。なんで逆に今度は村をあのこれ今あのピースのモードですけど、イージーモードでやろうかと。村を応援しよう、次のタイトル多分そうか、村からこっちに戻るぞ、いろいろなタイトルがあるので、自分の意識がないことで多分家を、だから村を拡張しようが、その家を作る運転手さんとは成功者の家を作れば終わりっていうのかな、目標とかで。何パートなんだろうねこれ、続くの楽しみですね。ただあんまりあの時間かけない、夏から新実況を何個やりますかな、なんだよ、新実況的な何か。ちなみにウプニシさんはあの仮面ライダーやってるんですけど、最近のあの、ジオーとかいうのは見れません、あの、追いつかないです、ギリ追いついたのがエグゼードぐらいです、エグゼードとかドライブがと、スマホ撮影にはなるんですが、撮影しなきゃいけないのまだあったよ。今日ね、あの本日、5月17日なんですけど、あの頑張れチームをやってきました、あの連呼してきました。で、後であのスマホの動画あの撮影して、あと今日かな、今日か明日、あでもスマホだからなんとかして、あの近々あの投稿する予定なんで、お楽しみにしてください。ということで、あの撮影がちょっと、撮影を決めてやるとしたら、あと日本撮りしなきゃいけないので、あと日本撮りからスマホも含めて日本撮りをやるため、そろそろ終わりたいと思います。終わりますっていうか、ね、終わりたいと思いますということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録などなどよろしくお願いします。